皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそ6月30日日曜日にバタバタ買い物バケーション夜9時から10時48分 TBSK が放送される同番組は人気芸能人たちが少ない時間の中で欲しいものを買いやりたいことを詰め込んだつかの間のバケーションをするバタバタな旅行番組今回は週末に1泊3日で訪れたハワイの バタバタ旅と題し MC を務めるしたらサム、バナナマンをはじめ、渡辺直美、深沢達也スノーマン、高橋茂雄サバンナ、そして初のハワイだというサノユーと、M、LK が旅を楽しむ、写真、ミニオンコスチューム、で USJ を満喫する深沢達也短時間で最大限にハワイを楽しめる、バタバタ旅を開催。ハワイでは、 出演者のやりたいことが詰まった夢のプランを超速スケジュールで進行。一行は設楽がハワイを訪れたら必ず買うというレナーズベーカリーの揚げたてマラサダやアラモアナセンターのフードコートの絶品ランチを堪能。渡辺は綺麗な夕日を見たい、爆食いしたいの両方がかなうレストランで最高のディナーを楽しむ。さらに 深澤がハワイの最新スーパーマーケットで手に入れたいというあるものや高橋が狙うハワイでしか手に入らない水筒などまさにここでしか手に入らないものが続々と登場そして初めてハワイを訪れた佐野がビーチでやりたかったある対決などハワイでしか味わえないアクティビティも満喫するどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう